はい、どうも、こんにちは、こんばんは、トラです。今回なんですけども、報告動画になります。僕ですね、8月の上旬に、ちょっと無職の薬剤師ニートになりますと、YouTube 頑張りますというところで、だいたい週5から7かな、日本のいいところじゃないですけど、Vlog 中心ですけども、アップしてきました。ですが、この度ですね、三重県の方で、地方薬剤師をやることが決まりましたので、そのご報告になります。でですね、それに伴いまして、YouTube のアップの頻度が、おそらく週1回から、週3、4回頑張れたら、最低でも1回は上げるようにします。なので、頻度がすごい減ってしまうと思うんですけども、お許しください。はい、すいません。三重で働くのもフルパートというか、フル時間なので、ちょっとね、さすがにちょっと YouTube に避ける時間は減ってしまうのかなってところです。ただね、前から言ってるんですけど、僕の場合は趣味でやってますので、できれば、ご理解いただきたいと思います。すいません。あとは、僕のチャンネルを登録してくれている方々に向けてのメッセージです。今、だいたい160人ぐらいかな、いるんですけど、これ撮ってる時、だいたい80人ぐらいは多分、僕の知り合いとか、ダンス部の後輩だったりとか、予備自衛官で知り合った方とか、薬剤師で知り合った方とか、最近で言うと、ワンコインイングリッシュっていう英語のスクール行ってるんですけど、その英語のスクールの同じ時間の、生徒だったり、あとは、そこの先生だったりっていうのが僕のチャンネル見てくれて、もうすごいいい人たちだったんですけど、その人たち、仲間というか、向けてかな。あとはもちろん僕のチャンネルを、なんでしょう、YouTube を通して僕のことを知ってくれた人たちに向けてもメッセージなんですけど、特に薬剤師関係で知り合ってくれた方、あとは予備自衛官で知り合ってくれた方々、僕のことをすごい心配してくれてですね、ダイレクトメッセージくれてですね、仕事のこととか、いろいろご紹介してくれたりとかしてくださって、本当にありがとうございました。ただね、いろいろもう夢あって、僕もわがまま言ってたところもあるんですけど、この度しっかり見つかりましたので、そのご報告になります。そして本当にその期間はいろいろありがとうございました。あとは後輩たち、すいません。いろいろあると思うんですけど、この時期で。私ちょっと遠く三重県行ってしまいますが、何かあったらどんどん連絡ください。待ってます。逆に先輩に向けてはですね、私、どんどん相談事あったら連絡しますんでね、よろしくお願いします。あとは薬剤師の大学の同期なんかもね、チャンネル登録してくれてる人いると思うんですけど、僕ちょっと遠くに行っちゃうけど、連絡取りましょう。イエーイ。あとは、ワンコインイングリッシュの、一緒の授業を受けてる生徒さんたちとか、あとは先生方、この、3ヶ月間かな、本当ありがとうございました。英語ちょっと成長できたのかなと思います。留学の夢をね、諦めないように頑張っていきますんでね、校舎の方には行けなくなってしまいますけども、オンラインで、先生何人か受ける予定なんでね、先生は引き続きよろしくお願いします。生徒さんはね、ちょっと離れちゃうけど、なんかイベントごとでね、もし会うことがあったらその時またよろしくお願いいたします。ということで、以上報告になります。この動画をきっかけにね、トラ君、まだ元気にやってんだなーとかっていうのをね、仲間同士また話したりとか、そのきっかけになってもらえれば僕嬉しいなと思いますし、この SNS、YouTube やってる意味があるのかなって思うんで、どちらかというとね、僕の動画見て、僕のネタでね、また仲間同士が会うきっかけになってくれたらすごい嬉しいなと思うんで、そういった意味ではね、僕のローカル YouTube 意味あんのかなと思ってるんで、はい、どんどんこれからも続けていこうかなと思います。僕の顔を見てね、あの時の子だとかじゃないけど、まだ頑張ってんだとか、あの時こんなんだったよねとか、ちょっとでもね、昔の話が出てくるとね、やっぱ嬉しいかなって思うんでね。はい。で、ごめんなさい。ちょっと言い忘れちゃったんですけど、おそらくこの後、今後なんですが、ストックのある動画、結構Vlog、ちょっと友達で軽く旅行行ったりとか、あとはシネマティック練習の動画だったりとかって何個かあるんですけど、それをアップしつつ、おそらく三重の動画が増えてくるんではないのかなと思いますんで、よろしくお願いします。あとね、時折やっぱ僕のチャンネル見える人いるんですよね。薬剤師っていうか、初めてこの間中学生なのかな、薬剤師になりたくて頑張ってますみたいな、詳しくお話をしてくださいみたいな感じで、コメントとか来てたりしてたんで、薬剤師の動画もやっぱちょっと上げようかなっていう感じですかね。多分柴田さんみたいな感じに、ただ語る感じの動画になると思うんですが、ちょっと役に立てる動画も増やさなきゃいけないのかなと思って、少しそういうのも検討しておりますんでね、よろしくお願いします。ということで、ちょっと長くなりましたけども、私、三重に行ってまいりますんで、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。みんな、仲間、チャンネル登録してくれる人たち、ちゃんと生きていきますんでね、はい、よろしくお願いします。ということで、私、元気です。バイバーイ。
ー。